第8話、幻獣の森の中へ。一方、幻獣の森入り口まで来たナルトたちは、なんだか霧がすげえな。奥の方はさらに真っ暗ね。敵か？やっと追いついた。なんだ、ヤマト隊長か。もう驚かさないでくださいよ。別に驚かせたわけじゃないよ。そうよ、私たち敵の奇襲に備えて後方の警備に当たってたんだから。縦に並ぶ行進渋滞はより後方から狙われる可能性が高いからな。そういうこと。先輩、このまま進んでも迷うばかりで敵の術の餌食になってしまうだけです。そうか、お前は一度来たことがあるんだったな。ねえ、どうすりゃいいんだ。森を迂回したところに玄武の丘という森を一望できる場所があります。そこから強い風を送り込んで霧を吹き飛ばすしかありません。それじゃあそっちは大和藩に任せて、俺たちは先に進むとするか。え？だって知ってる奴が行くべきでしょ。それはそうですけど。んじゃ急いでね。霧が晴れぬまま動くのは危険だからね。いや、だったらここは二班が合流してから中に入った方が。だってこいつら特にナルトがじっと待ってるわけないでしょ。確かにそうですけど、中に入るにはよほどの探知能力がないと危険すぎますよ。探知能力ね。白眼でもあればいいんだけど。それなら私が一緒に。ヒナだ、いつの間に。お前らどうしてここに。ホカゲ様から増援に行くように言われた。ひどいじゃないですか、僕たちを置いていくなんて。ナルト君、ここからは僕もご一緒しますよ。大和藩には俺がついていく。助かるぜ。これで準備は整ったな。それじゃあ大和、頼んだぞ。はい先輩。よし、これよりカカちゃんは日向とリーを加え森の中に潜入する。互いの位置をしっかり把握しながら動くように。いいな。了解。影分身の術。影分身の術。行きます。行くぞ。影分身の術。行きます。行くぞ。影分身の術。行きます。行く。影分身の術。影分身の術。螺旋丸。毒だ。
螺旋丸追加の術ジャッジ探査連携手島優行くぜちょっと